はい、どうもこんにちは、下克上フリーターです。ただいま上野駅におりますが、これからね、仙台の方に行きたいと思います。在来線だけで特急日立3号ですね。常磐線を全線走破する形となります。この復興というか再開してから乗るのは初めてですね、いわきから先の特急列車に関しては。では楽しんでいきたいと思います。最初の停車駅、柏ですね。この特急日立はだいたい上野を出るとビューンと飛ばして水戸に行く列車が多いんですが、この仙台行き日立はね、柏、辻浦と比較的停車駅多いんですね。トキワの役割も果たしているっぽいです。では柏を発車していきます。日立に到着です。向こうにはね、 E501系水戸行きですね、上り列車が発車していきます。この形も209系と一緒で僕結構好きなんです。海、そして昭和ブロック、テトラポッドがありますね。やっぱり、311のね、ことをどうしても、この常磐線からの海の景色を見ると、思い出してしまいますね。はい、行きはね、お酒を飲まずにジュースで。このドクターペッパーっていうジュースが結構好きですね。北海道のガラナっていう飲み物に結構に味が似てるんですよ。薬っぽい感じのね、そして強炭酸っていうのがめちゃめちゃ美味しく感じます。そして広野に到着ですね。この駅、前に普通列車で乗った時は企業誘致がされてるのか、結構仕事っぽい人たち、なんかサラリーマンとか作業員みたいな人たちが乗ってきたのを覚えてます。やっぱり新しく整備されたっていう感じですよね、震災後に。
ここは双葉ですね。やっぱり立ち入り禁止だった頃に比べると復興進んでるように見えますがね、まだまだ大変な面は多いのかと思います。そして道路の建設ですね。おそらく高速道路でしょうかね。はい、そしてだいたい中間地点ぐらいかな、原の町に来ました。この E531 系の北限地です。そして東北の普通列車といえばこちら701系ですね。一部の、あのね、エリア形式を除いてかなりロングシートが並ぶようなね。で今浜吉田から渡りの間来てるんですけど、結構ね、乗車率見ると一番前の10号車今乗ってるんですが、大体全部で10人ぐらい乗ってます。思ったより乗車率高いなっていうのが印象です。まあ土曜日の下りっていうのもあるんですけど、もっと昔はガラガラだったなと、スーパー日立の頃で。ただ重量編成っていうのはでかいのかもしれないです。ちょっとね、仙台行ってどうしようかなと思って、仙山線の秘境駅もちょっとね、快速しか走ってなくて、なかなか接続合わないので、ちょっと少し散策とか観光を仙台市内でできたらと思います。はい、ということで仙台に到着です。上野からはるばるね、在来線特急だけで来たっていうのは本当にスーパー日立以来20年ぶりぐらいですね。では仙台で楽しもうかと思いましたがね、雨の降りが結構強くて、ちょっともう少し電車に乗ってみるかということで、この後仙石線の方に乗って塩釜の方を目指していこうと思います。はい、では本塩釜に到着です。ちょっと道中ね、結構な満員電車だったのでちょっと撮影できなかったんですが、帰りは撮影していきます。この塩釜神社というのが有名らしいのでね、行ってみたいと思います。まずは腹ごしらえということで、どこが美味しいのかな、そして結構安いのかなと思ったら、この塩釜マグロ直売食堂いいみたいですね。行ってみました。その中であえて一番高いね、本マグロ丼、この塩釜漁港で水揚げされたものを使っているそうです。これはね、本当にうまかったですよ。この脂の乗り、大間のマグロにも負けないぐらいのね、トロットロ、これはぜひ食べてみてください。限定1日10食とありましたんでね。それからこのマグロのつみれ汁、これも美味しかったです。いや、また行きたいな。ぜひ東京にも支店出してほしいぐらいなんですかね。では次行ってみたいと思います。本塩釜駅から歩いて15分ぐらいでしょうか、この塩釜神社にやってきました。結構由緒ある神社というね、雰囲気で、難しい塩釜という字を使ってるんですね。では正門を登っていきます。この神社は伊達家がね、代々大神主を務められたそうです。
ではせっかくなのでおみくじを引くところを動画に収めたいと思います。動画に収めるのは初めてですね。このお守りのようなね、あの入れ物に入ってるんですよね。珍しいんですよね。結びみくじというやつで、運勢は末吉でした。なんとも言えないこの感じ。末吉ということは限りなく今日に近い吉ということでしょうかね。まあそういったネガティブなことは捨てて、これからそこそこいいこともありますよということも書いてました。景観計画視点上とやら市の指定場所になんかね登録されてるような、確かに景色はめちゃめちゃいいですね。もう港の方も船も見えますね。あ、ここでマグロが水揚げされるのか。お、これはラッキー。マンガタンライナーが来ましたね。あの、翔太郎先生の出身地、石巻にちなんでこのラッピングがされています。でも僕、この中であんまり知ってる作品ってそんなにないんですよね。あの、ロボコンぐらいかな。お、ちょうどロボコン。仮面ライダーみたいなやつがいますね。では、マンガタンライナーで仙台駅に戻ってきました。塩釜の滞在時間はね、短かったんですが、楽しく、美味しく過ごせました。では、特急ひたち26号で帰っていきます。福島白石とあって品川っていうのはなかなかね、在来線ではすごい、やっぱりもう2年経つけど、違和感ちょっとありますよね。この E657 系の新しくてね、乗り心地、座席も普通車にしてはかなりグレードが高いんではないでしょうか。では仙台駅を出発です。今回乗ってるのはモハなので結構 VVVF 聞こえますね。さらば仙台、またそんな遠くないうちに行きたいと思います。ではということでね、帰りは飲み鉄ということでジンソーダを今回はね、ムーニーチャイムに合わせてカメラでちょっと調子乗ってますね。つまみはこちらです。塩釜のね、藻塩を使ったタコせんべい、それから牛タンささかまぼこです。結構いい値段しました。
はい、ではラストはね、小林の牛タン弁当を食べて、もちろん紐で引っ張って熱々のあったかい牛タン弁当で召し上がります。湯気が出るんですよね。即席の電子レンジみたいなもんです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そして他の動画のご視聴もぜひよろしくお願いいたします。下克上フリーターでした。